ようこそユノさん、歓迎しますよ。よろしくお願いします。あなたのおかげで謎は大体解けたわね、シャロン。はい、大助かりです。何か最悪の結果を回避する方法が見つかればよいのですが。大丈夫、シャロンはすごいんだから。ノバが覚醒しつつある。そのせいで大型パイルのグランリンク反応が予想よりも上がらなかったのですね。効果は4本のパイルを打ち込んだ時に発揮されると考えてください。覚醒前と今ではあまり変化が感じられないのだけど。完全覚醒するまで時間がかかるからでしょう。ですがレイヴァンがノヴァと同化したことで覚醒が早まってしまったのです。レイヴァンは今どこで何をしてるんだ。彼はノヴァのコア部分へ向かったはずです。ノヴァのコア？ノヴァと同化することでレイヴァンもノヴァの強大な力を得ることになります。そうか、レイヴァンが大型パイル打ち込みの妨害に来ていたのは時間稼ぎだったんだな。それと大型パイルの効果の確認でしょうね。大型パイルを破壊しなかったのはコアさえ守れば問題ないと判断したからか。ユノさん、ノヴァのコアなのですが、そこにはグランのジェネレーターに当たる部位はありませんか？私も見たことはありませんが、おそらく重要な機関はコアにあると思います。そこにパイルを打ち込めばグランリンクが成立するのかしら。それだけ厳重に隠されているなら決定打となるかもしれません。艦長、どう考えますか？お願いします。私がノヴァと交信するには絶対に必要なことなんです。大体話は分かった。俺たちはコアに乗り込み4本目のパイルでグランリンクを狙う。そして私がノヴァとの交信を行いノヴァを止めます。必ず。レイヴァンが妨害してくる可能性は高い。その時は倒さねばならないです。私は何度もレイヴァンの説得を試みました。ノヴァを止めるために力を貸してほしいと。ですが彼は頑なにそれを拒み、ノヴァと同化して制御を試みる道を選びました。しかし彼は少しずつノヴァに取り込まれていき、すでに記憶の大部分を失いノヴァの意志に支配されてしまっています。私も皆さんももう彼と同じ道を歩むことはできないのです。気持ちの整理をつけなくてはいけませんね。私ももう悩んだりしません。ルティナさんとこの船の皆さんと共に自分の使命を果たすつもりです。私が案内します。出撃準備を。
配さんだ。しっかり頼むぜ。今こそ一流の仕事をしてみせる。やれるはずだ。祝賀会の段取りはお任せください。残念会の用意はございませんので、吉報をお待ちしておりますぞ。無事に戻ってきてください。というのは一番贅沢なリクエストですよね。でも今だけは贅沢を許してください。こいつを持って行ってくれ。見ての通り小型だが、威力は大型パイルと同じ、いやそれ以上のものが出せるはずだ。こいつでお前がグランリンクを完成させろ。チャンスは一度だ。必ず決めろよ。期待してるからな、艦長。ありがとう、みんな。バディ、行こう。任せとけって。慎重に行きましょう。Thank you.
くしろだ。あれが入り口か。船からこんな近くにあったんですね。近くて見えぬはまつげとはこのことです。注意してください。何の守りもないはずはありませんから。ねえユノ、一ついいかな。はい。あなたはレイバンのことをどう思ってるの？この星の危機を知り、本当に私の元まで来てくれたのは、千年もの時間の中で彼だけ。その事実を私は奇跡という言葉以外で表現することができません。奇跡か。彼を目の前にしても現実感がなく、まだ夢を見ているような、そんな感覚が続いています。千年だもんね。私には想像もつかないや。ですが、その千年という歳月は、私がこの星の最後の人間として果たすべき使命を背負い続けてきた時間でもあります。そして彼を人間ではない何かに変えてしまったノバを、私は…ごめんね、こんなこと聞いちゃって。だけど、はっきり分かったよ。私たちは最後までユノと一緒に戦う。行きましょう、決戦の舞台へ。俺様の準備はパーフェクトだぜ。皆さん、はい、必ず使命を果たしてみせます。